どうも影げやんです今日はですね、えー、休日を使ってやっていることということについてお話ししたいと思いますえーっとですね僕は、まあ、休みが木曜日なんですけどもその平日というかその僕は仕事をしているのが6日間あってですねその6日間は結構やることをこういろいろやっていったらですね 大体もうう日すすぐ過ぎちゃうんですねそのまあ、お客さん来ていただいて施術もしながらいろいろやっていくとまあまああのー、すごいスピードで過ぎますほんで休日もね結構早いスピードで過ぎるんですけどもその、えー、仕事がある日にはなかなかできないことをですねその休日にやろうというふうにしておりますそうしないとですねその やりたいと思っていることがこうできないんで、ですねその休日の、まあ、朝の時間ですね、えーまあ、売り上げをね、えー、入金、えー、銀行に行くんですけども、その前にね、えー、やるということですね、ちょっと早めに、起きれるときはまあ5時ぐらいに起きてやるんですけど、まあ、6時とかね、に起きてしまうこともあるんですけども、えー、なるべくその2時間ぐらいですねその、そういう時間に使う、それでもむちゃくちゃ少ない。 感じなんでですすけども一つが Kindle、えー、本作成ですね、えー、だから今やってるのがですね小説を書いてるんですけどもその小説を書く時間がね平日もちょっとずつやればなかいいんですけどもそのなかなかそのいろいろこう、まあ、発想させていろいろ書くんでですねまあ言うたらそこそこ疲れる作業ではあるんですけどまあうんだからこう仕事が終わって で、そっから書くっていうのはなかなかちょっと難しくてですね。それでもやるやりたいんやったらやれっていう感じかもしれないんですけども。まあ,あの今のとこはだから木曜日の朝にね。ちょっと書くようにしてます。うんで。 そのまあまあ1時間半ぐらいまあある程度区切りがつくとこまでこう書くでまあ売り上げも入抜しにいかなあかんっていう時はもうそこでストップさせるっていうことですけどで書くようにするとでもう一つがですね、えー、アナーキーポケットのネタ作りですねでアナーキーポケットというのは、えー、演劇コントグループというかそういうものをこう自分で作ってるんですねで演劇コントグループアナーキーポケットはですね今んところこう えー、メンバーね何人かいたんですけどもなかなかその時間的にというかそのみんな忙しいんでねなかなか疎遠になっててまあで活動できるのは自分一人と、えー、いうことなんでですねえー、まあ 仕方ないですよね。それはほんでそのアナキーポケットの活動自体もそのなかなかできない状態ではあるんで、えー、でもせめてねネタぐらいはこう作っておこうということでですね、えー、今ネタ作りをちょっとこう始めていると。だから その Kindle 本のね、えー、本をある程度パッと書いてその後に、えー、アナウキーポケットのネタですねそれを、えー、今作ってる最中途中ですね、まあ、まだ1本も1つのコントも書けてない状態なんですけどもそれを書いている状態ほんでその作品というかそのコントのネタをね 作ったらですね、えー、一人こう一緒に本当にやりたい、えー、メンバーとしてやりたい人間がいるんでその人間に見せてですねほんで興味を持ってもらってそこからこう、えー、アナウポケットの活動ができればいいなと。だまあネタとしては5本ぐらいは作りたいんですけどもまあ1本はねある程度鉄板というか。 えー、その相手もね、えー、呼びたいメンバーもですねある程度は喜んでくれるだろうというふうには思ってるんですけども、えーまあうん、時間が必要またこのお笑いの形になってくるんでねこう一旦作ってまたその相手その僕が面白いと唯一ね、えー、僕の知り合いの中で唯一面白いと思ってるその人間にこうそれをネタを当ててですねほんでそっからこう。 自分らでこうちょっとこうやりながらもう一回こう完成させていくという形だからネタ元ですねネタ元を僕が作るということですねでそれをやっていくこれはねえー、まあまあ面白いしんどいというかそのまあ面白いもんもあるんですけどもそのうんまあまあやっていくということですねそれともう一つがですね休日を使ってこれはまだできてないんですけども、えー、やりたいなと思ってるのが、えー、対談ですね、えー、僕が穴あきっぱ えー、じゃなくて、えー、ラジオですねヒマラヤラジオの中でワガンセの影ゲヤという、えー、ラジオ放送をこうしています。 毎朝毎日更新で、えー、朝7時にね更新してまだまだこうまあ、ゃりとかネタとかもまだまだ、えー、未熟ではあるんですけども、えー、とりあえず毎日更新やるということですねで量をこなすということでこうやってるんですけども、えー、その中に対談をこう入れていきたいなというふうに思っておりますので、えー、対談したい人間がこう何人かいてですね本当はそれで声かけてやりたいんですけども僕のその時間もなかなかなくてですね使えないということで、えー 対談のオファー自体も、ね、こう出せない状態ですね。一回その、えー、対談してほしいんですいうようなその日にちを決めずにねちょっと言った人間言った人はいるんですけども、えー、大先輩ですけども言ってるんですがですね、えー、まあまあ、えー、去年に言ってで今年どう,などういう状況になっていかわからんからまあ ちゃんと約束はできませんよとは言われたんですけども、また声かけていきたいと思ってます。どっか決めてね、えー、対談こう入れていきたいなと。何人かいるんですね。うん、で、そうですね、えー。面白い話ができたらいいかなというふうに思っております。で、えー、っとですね。その今日休日にやってることっていうのはですね、えー、本業ではないんでね。えー 違う形のもんではあるんですけどもえー、これはねもう数をこなしていくしかないと思ってるんですその Kindle の本ですよね本電子書籍の本にしてもですねい一発目からすごい作品ができるわけじゃなくてですね数をとんむちゃくちゃこなしていってですね本当はね、えー、1ヶ月に1回ぐらいこうあ1ヶ月に1本1 あの1冊ぐらいこう書いていく感じで書こうと思ってたんですけど、もう1月今日で最後なんで、えー、なかなか難しい状況ではあるんですけども、も、えー、なるべく数をこなしてこう、えー、技術を上げていく状態にこうしていこうと思ってます。で、アナキーポケットのネタもこう書いていきながらね。なんかコツをつかんでいければいいかなという風うに考えております。そして対談もね。こうやっていって数を重ねていってこう。僕はこう。インタビューというか、その対談のそのメインの人と僕がいるっていう。僕のこの。 立場っていうのもこうサブもね、えー、こう磨いていきたいなというふうに思っております。す、え、べ、ー、て数ですね数をこなしていってもちろん勉強もまあある程度はするかもしれないですけど勉強よりもですね例えば本の書き方とかねそういうのは勉強よりもも数をこなしていってあと本を読んでね、えー、小説いろいろ今こう読んでるんでね、えー、その辺をこうなんかこう吸収しながらですね、えー、自分のこう作品作りこうやっていきたいと思っております。だから Kindle 出版とアナーキーポケットのネタこれはねネタ元書いていってですねそのーアナーキーポケットのメンバーも集めていってで講演自主公演をこうしていく状態にしていきたいと今はねこう、まあ、YouTube とかいろいろありますんでですね、あのー 発表する場所はあるんでね、あとは自分の影響力をどこまで持てるかという、えー、そこをこう上げていく必要があるんで、そこを頑張っていかないといけないんですけど、今のところ全然影響力、えー、ほぼゼロに近い状態ですんで、えー、その辺こう頑張ってこう上げていきたいなと思っております。だから Kindle 出版、アナーキーポケットのネタ作りと。 いうことと対談ですねこれをこうやっていきたいというふうに思ってもらいますで休日他にもねこうやりたいことがあるんでですねまあ、その辺は朝と対談はねまあ昼間とか夜とか、えー、になるとは思うんですけども、えー、まあえー、楽しんでやっていこうというふうに思っておりますということで今日は休日にやっていることについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます